召喚獣は危険だから離れてること、わかった？はい、わかりました。ということでご縁でございます。本日はですね、こちらのスターオーシャンアナムネシスの確かね、ログインボーナスでもらった星5エースキャラ確定の、素晴らしいガチャチケットがありますので、こちらを早速回していきたいと思います。欲しいのは、マリアかレイミ、まあフィデルでもいいですけど。もしくはヒーラーのキャラ。お、やったやりましたね、これは。いや、これは来たな。熱い。ミリーはかなりいいですよ。いや、ミリーはかなりいいですね。これを、ただガチャで引けたっていうのは相当大きい。やりましたね。とりあえずまあね、今手持ちでは、まあ、レイミーを育てていきたいんですけど、まあ、並行してね、ミリーも一緒に育てていきたいかなと思います。で、今、キャラクター見るとわかるんですけど、まあ、とりあえずキャラがいなすぎて、一応一個進化させたこの子をヒーラーとして使ってたんですけど、今ね、ミリー引いたんで、まあ、ミリーを育てるとともに、こちらのネルね、ネルが、結構ね、配布してもらえてるので、まだ進化させないんですけど、限界突破を結構してまして、で、さらには、ミッションで、今来てる、ミッションじゃないわ、実績ですね。これで、インゴットミッションと試練の塔、規定数クリアすると、またニコネルがもらえて、五覚醒までいけるので、まあ、エースキャラじゃないキャラの方が進化とかはさせやすいので、まあ、ネルを進化させていってもいいんですけど、まあ、状況を見ながらね、まあ、ネルないし、ミリーを育てていきたいかなというところで、で、レイミがね、相当強くて、試練の塔にはね、このキャラが欠かせないぐらいの感じになってるので、今ね、育ててる最中でございます。ということで、星5エースキャラ確定ガチャは、無事、大当たりを引いて、とりあえず、育成の方をね、頑張っていきたいと思います。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。少しでもいいねと思っていただけましたら、いいねボタンを、他の動画も見たいかな、見てあげてもいいかなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは。